こんにちは、皆さん。こんにちは。見に来てくれてありがとうございます。新吉さんの依頼が来ました。ありがとうございます。ハリモグさん、音符ありがとうございます。服が可愛らしいのに変わってる。はい、服が着替えました。ちょっと可愛い感じのね、ブラウスに着替えてみました。こんばんは、ハリモグさん、花束ありがとうございます。あ、嬉しい。ヒューちゃんさん、マイクさん、チトリーさん、タッキーさん、山本さん、シンタンさんかな、カウント、シンキテさんのご依頼であってありがとうございます。ハッシーさんもカウントありがとうございます。お布団さん、ひらりちゃんもたまに私服コーデをインスタにアップしてほしいって。そうですね、またあげます。最近ちょっとあげれてないな、インスタが。はい、この配信はね、12時25分まで、ランチタイムでございます。皆さん、ご飯食べましたか？お昼ご飯。この配信ではね、お昼ご飯食べたいと思います。新吉さん、無言くんカウント50ありがとうございます。さっき、コンビニで買ってきました、ご飯。キムキムさんも50カウント完了ありがとうございます。では早速食べたいなと思います。今日の、ランチもぐもぐメニューはこちらです。じゃん、スパイスチキンカレー。めっちゃ美味しそうじゃない。マイクさん50完了ありがとうございます。美味しそう、ナンみたいな、包みピザって書いてある。美味しそう。これね、いろいろ種類があって、あとはね、ハムチーズと、あと何だったかな、もう一種類あったんですけど、これがちょっと、このイラストが美味しそうだったのでこれにしました。そう、これもローソンです。ローソン商品、初めて食べますこれは。うん、タッキーさん、ハッシーさん、50カウントありがとうございます。で、これはもう電子レンジでね、先ほど温めましたので食べていきたいと思います。ピタロさん、ハムチーズのやつ食べたことあるかも。本当ですか？めちゃくちゃいい匂いがする。あ、ちおお、すごい。こんな感じでね、なんか入ってます。どうやって食べればいいんだろうこれ。よいしょ。エミットさん、かわいい、ありがとうございます。わー、すごいな、これどうやって食べたらいいんだ。としさん、50完了ありがとうございます。ハリモグさんも50カウントありがとうございます。つみちゃん、こんだけ紹介してたらそろそろローソンの CM 来るわって。ぜひぜひローソンの方よろしくお願いいたします。いやー、美味しそう。ちょっと、ね、待ってください。ここに行って、ともちさん50完了ありがとうございます。ジュイマンさんも50完了ありがとうございます。ではいただきます。うん、あく、
ットさん、ドリオさん、タロパンさん、50カウントありがとうございます。美味しい。結構スパイシーな感じです。でもね、お肉も結構ジューシーで美味しいです。あとさん、ひらりは配信中の食べ方上手だと思う。嬉しい、よかった。あく中身こんな感じ、結構スパイシーです。ピザ、そう、包みピザです。トトさん、うまい、ありがとうございます。美味しいです。このね、ピザ生地っていうのかな、これももちもちしてて美味しいです。これ初めて食べたけど結構お気に入り。パクつく顔が可愛いすぎパクついてます。みしんごさん、美味しそうに食べますなって特技、美味しそうに食べることにしようかな。ステイさん、あとで買ってみるって。ぜひ。ヘドウさん、ハムチーズとなんかトマト系のやつやったかな。あー、そうかもしれない、トマトかも。ヘドウさん、食べてる時本当に幸せそうな表情になるう、食べること大好きだからね。熊本 JT さん、ハートやっこありがとうございます。鈴木あずさん、75万いったねって、お、やった、2位と75万ポイント差開きました、ありがとうございます。うん、何食べてるの、どんぐりさん。ね、スパイスチキンカレーっていう包みピザ食べてます。トトさん、アイコンとの焼肉の食べ方を見ていて本当に可愛かったよ。うん、サムギョプサルかな、サムギョプサル美味しかったです。うん、あずきあいずさん、タコありがとうございます。ぜひ静岡朝日テレビで食レポしてくださいってね。食レポのお仕事はまだしたことないですか。崩れてきちゃいそう。ケタロさん、その2つはまあ普通に美味しかったで、逆にそのカレーだけ食べてないわ。おお、ぜひ食べてみてください。私もハムチーズとトマトのやつ気になる。どんぐりさん、うま、ありがとうございます。やばい、もう食べ終わっちゃうんですけど。まだまだ始まって10分も経ってないかな。10分ぐらいしか経ってないのに。
かったです。ごちそうさまでした。私胃腸に食べるのが早いんですよね。うん、しまちんさん、サントロさん、うま、ありがとうございます。たむたむさん、スパイシーさはどう？辛くない？スパイシーさはね、辛いの苦手っていう子はちょっとね、辛いかもしれないです。私はね、すごい辛いのが好きなので、ピリピリ、後からピリピリくる感じかな。太郎さん、欲しい靴ですか？欲しい靴、うん、5個中 4.6。 ズケースさん、スキーと5月人気をヨガ見たよ。他に何しましたか？他にはですね、何したかな。ヨガ、5月人気、スキーでしょ。あと自転車、自転車にも乗りました。クレイさん、無言クルームから来ました。カウントありがとうございます。食べるのが遅いメンバーはゆきさん、誰かな。まあ基本的にみんな早い気がする。Dさん、ひれいちゃん、星のぎりをありがとうございます。ちいさん、0.4 の限定は、 0.4 の限定はですね、まあもっと量があったらいいかなっていう。そうですね、私的にはちょっと足りなかったなみたいな、かな、ボリューム感かな。リタルさん、ひらりは許されるなら5食生活したいと思ってそう。もちろん常に食べてたいです。でもね、体がどんどんブクブク太ってしまうのでね、それは本当にいつも気をつけてますが、私がね、本当にこの食べても食べても変わらない、体が変わらない体質だったら、多分1時間おきくらいに食べてると思う。ケタロさん、逆に女性でも食べられるサイズということでは、ああなるほどね、確かになんかお手頃な感じ。ちょっとお腹すいたな、だけどそんなガッツリ食べたくないっていう人はこれすごいちょうどいいと思う。ごちそうさまでした。かなりスパイシーですね。500人ありがとうございます。トトさん、クマちゃん、ありがとうございます。嬉しいです。しまちーさん、さっきローソンに行ったのにそれがあるとは知らなかった。おー、サンドイッチとかが売ってるところかな、に売ってました。今日すごい何を食べようかめちゃくちゃ迷ってたんですけど、これにしました。お父さん、その小さい体の半分が胃なのかもしれない。いや、食べても食べてもお腹は空きますね。500人視聴ありがとう。クマさん、ありがとうございます。トトさん、あと15分くらいかな。あ、そんなにないか、10分くらいかな。将来的に大食いタレントになってたらどうしよう。大食いタレントなってるかな。この配信は、25分までで、次は17時からの配信になります。17時からです。
ソフトさん、この後はレッスンなの？はい、レッスン行ってきます。毎週日曜日はね、レッスンに行ってて、はい、行ってくんで、皆さん次はね、5時に会いましょう。ちょっと間行っちゃうけどね。押し集めしていてくださると助かります。本日イベント最終日、はい、この枠が終わったらあともう3回ですね。17時から17時半、19時から19時半、そして最後が21時から21時59分です。はい、いよいよ終わりが近づいてきました。皆さん、マチさん、カコチンがワットイフのダンス動画をよく見ると言ってたけど、ヒラリも見るって。あー、私ね、あんまり見ないかな。下手くそですね、私のダンス。あの時は、いや、今もまだまだですが、新吉さん、大盛りメニュー完食して賞金もらおう。ね、よくそういう番組ありますよね。あ、シャンシャンさん、お花見くまさん、ありがとうございます。お花見ありがとうございます。皆さんも桜見ましたか？桜、あずきえさん、バラありがとうございます。私はね、学校の近く、学校で植えた桜なのかながね、もう咲いてましたね、昨日見たら。ケタロさん、大食いより激辛メニュー挑戦の方がいけるかね。え、激辛メニュー食べたいですね、激辛。リンさん、お星様集めてくるね、ありがとうございます。あずきアイスさん、バラ、そして桜、ありがとうございます。お父さん、東北はまだ開花してない。あ、そっかそっか、まだね、寒いですもんね。なんか昨日かな、私の実家もね、なんか雪が降ったみたいで、すごい、なんかお母さんからね、積もった雪の写真が送られてきましたね。3月のもう後半なのにまだ雪が降るんですね。トトさん、日当たりが良くてビル風のないところ咲き始めたねって。桜のね、写真なんか撮りたいなと思ってるんですけど。キトロさん、桜見てないけど今目の前に可憐で花のある女性がいますよって。おお、私私のこと。あずきやさん、岐阜も朝降ってたって。あ、今日も降ってたんだ。口内炎がとても痛い。口内炎が本当によくできるんですよね、あなた。ありがとうございます。サモラさん、ひらりちゃんとお花見行きたい。お花見行きたい。でもね、ちゃんとしたお花見ってしたことなくて、私もお花見レジャーシート引いてサンドイッチ食べて。やってみたいですね、お花見。でも高校生であんまりやってる人いないかな。あとさん、コンビニの BB というドリンク口内に効果あり。おお、ひまちぃさんもショコラ BB って書いてある。そう、でも私ね、たまにショコラ BB が合わない時があって。そうそう、肌荒れすごい時とかはね、よく飲みます。
太郎さん、ひらり桜見ずにご飯ずっと食べてそう。それはあるね。うん、夜桜、夜桜もいいですね。ゾゾさん、ひーちゃんの作ったご飯食べたい。あー、でも人になんか作ったことがないというか、なんだろう、誰かのためにこう料理を作ったことあんまないかもしれない。自分で作って自分で食べるっていうスタイルですね。しまちんさん、昨日の餃子どうなった？あの後今ね、冷蔵庫に入れてあります。全然食べきれなくて、今日の夜また食べようかな。もうね、昨日餃子食べすぎて本当に顔がパンパンです。あー、おっと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 。どんぐりさん、セミコース完了ありがとうございます。そして今何分かな、教えていただけたら嬉しいです。25分まで配信です。あと 4、5分かしら。な、22分ありがとうございます。うん、今日の配信スケジュールはこんな感じですね。もうこことここが終わりなので、あと3つです。はい、17時から19時から21時から、はい、2時間おきですね、ちょうど、はい、イベント最終日。はい、このまま1位をキープしていけるように頑張っていきましょう。皆さん協力よろしくお願いします。はい、ではこの枠の、ランキング13位の方からお名前呼んでいきたいと思います。はい、急に暗くなった。すごい、太陽が影に入ったのか。うん、はい、13位オチラさん、12位ドリオさん、11位オレさん、10位新吉さん、9位タケタケさん、8位ユウキさん、7位スマギャンさん、6位サンタロウさん、5位アイヤさん、4位シロクマさん、3位ドングリさん、2位醤油さん、1位トトさんです。パチ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 。皆さん今日もありがとうございました。今日もっていうかまだ終わってないですけど。次は17時からです。トトさん、音符ありがとうございます。次は17時から、ちょっと時間空いちゃうんですがね。はい、また皆さん星投げカウントをしに来てくれたら嬉しいです。はい、私はね、この後レッスンに行ってまいります。皆さんではまた17時にお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ、また17時に会いましょう。